ポール・ジョーンズはアメリカ海軍の駆逐艦、ベインブリッジ級駆逐艦の一隻。艦名は海軍の英雄ジョン・ポール・ジョーンズにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ポール・ジョーンズは1899年4月20日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄鋼所で寄港、1902年6月14日にエリザベス・ゴールズボロー・アダムズ夫人によって命名。 浸水し、1902年7月19日に艦長 RF グロス隊の指揮下収益した。当初は水雷駆逐艦として建造されたポール・ジョーンズはサンフランシスコ母校に指定され太平洋艦隊で任務に従事した。第一次世界大戦初期には太平洋水雷艦隊の一部としてサンフランシスコで活動した。 コール・ジョーンズは1917年4月23日にバージニア州ノーフォークを出港、カリフォルニア州サンディエゴ、アカプルコ、パナマ運河地帯を経由し、8月3日にグアンタナモ湾に到着した。翌4日にヨーク川でのステーション艦任務に従事し、8月13日に大西洋戦艦部隊の護衛として、ダンカン・ヘンリー、トラックスタン・スチュワート、プレブルハル、 マクドノー・ホップキンスと合流しバミューダ及びニューヨークへ向かった。ポール・ジョーンズはブルックリン海軍交渉を8月24日に出港し、ロードアイランド州ニューポートに到着、同地で一連の戦団護衛任務を行い、9月24日にニューポートに帰還した。その後ノーフォーク沖、リンヘブン・ローズ、チェサピーク湾で訓練活動及び他の任務に従事し、 12月29日にペンシルベニア州フィラデルフィアに到着した。1918年1月15日、スチュワート、ホップキンス及びウォーデンと共に、ポール・ジョーンズはバミューダ経由でアゾレス諸島へ向けて出港した。バミューダを出発した後、ポール・ジョーンズは左限に重大な漏水を生じ帰の許可を求めた。1月23日から26日まで、 ポール・ジョーンズの乗員は損傷と苦闘し、艦を沈没から救うことに成功した。後部弾薬庫は氾濫し、悪天候の下乗員は、艦の全身を維持するために奔走し、飲料水及び真水はすべて失われ、2機のボイラーは、海水が入れられた。操作可能なポンプもなく、バケツによって人力で海水が補給され、遭難信号を送ったものの何の反応もなく、 ポール・ジョーンズは最後にセント・デビッツ・ヘッドからの信号を受信し、怒りを下ろした。ポール・ジョーンズの乗員は、疲れ果てたが、非常に幸福であった。2月22日まで、修理のためバミューダに残り、その後旧体艦マーズに護衛され、フィラデルフィアに向かい、2月25日に到着した。フィラデルフィア海軍造船所での本格的な修理の後、ポール・ジョーンズは4月18日に、 バージニア州のモンロを取り出に到着し、8月6日まで、チェサピーク湾及びその周辺で様々な任務に従事した。ポール・ジョーンズの経歴のハイライトは7月2日であった。兵員輸送艦ヘンダーソンが、バミューダ北方、バージニア東方の大西洋で炎上する。ポール・ジョーンズは炎上するヘンダーソンから、本州ンス便へ乗員を運んで4度往復し、1250名の 海兵隊の士官及び兵員50トン以上の貨物を救った。翌日、ポール・ジョーンズはヘンダーソンと共にデラウェア防波堤へ向かった。戦団護衛中の8月7日、ポール・ジョーンズと両艦は o 6を敵潜水艦と誤認し、砲撃を行う。友軍の艦であることが確認されるまでに、o 6は司令塔に7発の直撃弾を受けた。 ポール・ジョーンズは損傷を受けた O-6 をデラウェア湾へ護衛し、翌日防波堤に到着した。ポール・ジョーンズは8月9日にハンプトン・ローズに到着し、その後チェッサピーク湾での機雷探索、戦乱護衛及び他の任務に従事し、1919年1月31日に不活性化が行われた。ポール・ジョーンズは1919 19年1月29日に、 退役宿9月15日に、除籍、1920年1月3日に、フィラデルフィアのスクラップ業者ジョセフジー・ヒトナー社に、売却された。ありがとうございます。